おはようございます。おはようございます。これが現場大変だよ。暑いですね。今はまだコナン始まったばっかり。全然暑い。4人だろ。ここだね、ショーどんだけでバラさんか1時間いや、1時間か、はい、で次の現場決まったんだ、はい、これだけなしも1時間で解体だよ。すごい。もっと安くしろよ、なんちゃって言われちゃったりしてなんて言われちゃったりしてなんて言われちゃったりして言われたりして足はもうね、もちろんこうやって見ると儲かってるなって足はって思うけど、一人育てるのにすごいからね。大体40人おって20人おって一人残るか残らんかっていう世界だから、そしたら金もあるじゃん。もちろん、ね、しんどくてやめちゃったりする感じ。練り替え道場の YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。ここでちょっとお知らせです。6月19日日曜日大阪で、7月17日日曜日名古屋で、とび職限定の建設業交流会を行います。社長さんだったりとか一人親方の方、まあ、個人事業主の方、まあ、あと従業員の方でも全然 OK です。とび職人のつながりを持ちたいっていう方、ぜひご参加の方よろしくお願いいたします。バイバイ。すごいな。すごい。入っとります、あいつ。カメラ意識しております。おー、撮ってるよ。あ、撮った。あ、いました。あ、いや、カモン。すごいけど、バラシャル。カーティーが。撮ってばいいじゃん。え？中入ってればいい。あ？いいよ、別に。うそ、このスピード、もう余裕？さあ、これが塗り替え道場の堀川だって久々だな、こういう解体な。そうですね。うん、こうやってまたこういうの見て働きたいと思ってくれるといいな。そうですね。こういうの出してみて。もう何歳？27？今年27。お前がゴルフやるようになったのはすごいよな。え、いくつかあった？19、18？ 18からおるか。9年か。カルキーのやってるとこ見ろよ。もうこっから撮れ撮るよ。お前の撮ってるところ撮っとるで。あ、俺が今日撮ってるからな。こうやって彼氏が足場バラしてるとこ見るのも幸せだろう。あ、幸せです。幸せな人です。まあ、こうやって毎日頑張ってんだなと思うと、しかも高いところで恐怖心の中でやってるな。ただ体を動かしてるわけじゃなくて、落ちたら大怪我だね、あそこで。ブラブラしとっても全然怖そうだね。そうそう、あの高さでも大怪我するから。すごい。もうちょっと1日体験で現場経験してこい、お前。ちょっとお前の生意気なら治るわ。一緒にやるってことですか。いやいや、その1日お前の材料運びだよ。誰カメラ。カメラなし。なし、これって企画とかじゃなくてってこと。じゃなくて、堀川君、お前のカルピーはさっと置いて、ご進行も一枚一枚畳まなきゃな。これ大変だよな、またな。そうですね。地味で面倒くせえよな。地味で面倒くせえ。俺ももうこのシート畳むの昔職人だった時、嫌で嫌でしょうもなかったから。いやでも僕も最初、うん、なんかシートって一番楽じゃないですか。うん、力使わないんで。うん、シート嫌いです。嫌いでしょ。俺も嫌だもん。そうそうそう。地味で嫌です。そうそうそう。地味で嫌い。大体仕事やる気ねえやつがシート畳むの好きなんだ。大体で俺が昔働いてる時もシート畳むやつ大体決まっとったね。大体やる気ねえやつ。どん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 もうちょっと喋ってないでも全部話してるもんな。近づいてきて、近づいてきてる床に。俺さ、寝なくやってるけど体重かけて壁に絶対当たりましたんだけど、これだってフッてやったらもう壁、あ、足場当たるじゃん。確かに傷ついちゃう。ただ単に勢いよくやってるように見えるけど、もう絶対にもう足場が触れたら終わりだから。だからずっと体重こっちにかけとるじゃん。もう体重かけてなかったら倒れる。なあ、ゆらゆらしてるもん。もうそれはもう感覚で言うと感覚。これぞ職人の世界。え、旦那さんも撮っていいですか。いやーちょっとお元気、お元気ですね。おいくつなんですか。おいくつですか。80やマジか。元気っすね。立派な家だもんね。いやいやいや、自分で手入れするんですか。あ、そうです。おー、あ、そうですか。はい、こういうふうにね。はい、本当はちょっとちょっと金魚を買ったんですか、これ。
今日一応ね、一応今日から、ね、あ、こんにちは。これこんな感じ、はあ、趣味です。へえ、あ、まあスピード速くされるからいいんじゃない。なんていうの、早送りか。だってしゃそんな喋りかけられてなんか鬱陶しいやつみたいになっちゃう。英語に回るっていいんだよ。確かに、まあ確かに。確かに間違いない。おっこどうだ、いい感じ。もう終わりかけや。ほとんど終わり。もう向こうないですね。あ？向こうないです。ちょっとお客さん喋ってられない。なんかな。もう終わり。もう終わりじゃん。終わったっすか。すごいですね。すいません、すいません、舐めたこと言って。こけるって。足腰鍛えに行ったらいいんじゃないですか。いつも敬語です。いつも対面して、いつも敬語ですよ。タメ語なんて一度も使ったことないです。え、何のことですか。僕も16が職人雇って。あ、そう。30、16ってことは何、高校行っとるの。高校も行ってないです。あ、僕も高校行く。高校行かないけど仕事ばっかりですね。そうですか、すごいね。はい、まあ、29で会社作って。会社作った。そうですね、そっから。へ、すごいね。いや、どうです。大変です。これは何、これカメラ回るんです。カメラマン。専属。いや、まあ、専属じゃないですけど、まあ、いろいろ他の仕事もしながら撮影の時は一緒に行って。社長一緒。一緒じゃないですよ。僕の同級生の娘なんですよ。お、もうバラしたか。はい、終わってました。すごいな。賞味何分？30分。30分。はい。29分。おー。これでも遅い方らしいです。あ？これでも遅い方らしいです。そう、もうほぼ一人で書いてますからな。体もこう違ったな。体は結構、ね、背中がだいぶ違うね。そうですね、筋肉がついたな。うん、最初できなかったことがあった、うん、できない時、はい、背中がちょっと背中が見るとお筋肉ついたな。お腹がへこんだ。へこんだ。おお、キャ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 。はい、これでもまだまだ全然。嘘。30分、こう実質30分かかってない。練り替え道場の YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。ここでちょっとお知らせです。6月19日日曜日大阪で、7月17日日曜日名古屋で、とび職限定の建設業交流会を行います。社長さんだったりとか一人親方の方、まあ、個人事業主の方、あと従業員の方でも全然 OK です。とび職人のつながりを持ちたいっていう方、ぜひご参加の方よろしくお願いいたします。バイバイ。はい、お疲れ様です。どう？何点？65点。え？何点？お前アピラでいいって、女の前でお前気持ち悪いなって。ちょっと心づらいです。感じづらい。彼女。じゃあミオがいなかったら何点だ？35点ぐらいです。何点悪いんだってよ、お前。何点？何点？だらけちゃう。ちょっとミオが俺でいいとこ見せようと思って、だいぶ動いてたもんな。あ、ありちゃった、はい。本日は久々の解体動画、まずちょこちょこ現場も撮っておこうと思ってますんで、はい、ぜひ。あ、それとね、その4月の、あ、違う、5、6、7に東京、大阪、名古屋の順で、足場会社交流会みたいなのをやってます。で、まあ、どっちかというと飲み会かな。それちょっと動画も上がっとるんで、そっちで雰囲気とか分かると思うんで、ぜひ、まあ、楽しく飲めや、まあ、そんでいいかなみたいな。まずはね、ぜひ遊びに来てください。します。お願いします。
あ、あとゴルフのコンペね、あれ決まったら5月の、あ、じゃあ7月29日7月31日、まあ、そのぐらいに貼ってると思いますけど、はい、7月31日、まあ、10人以上決まらなかったらボツになる可能性あるけど、三重県で、はい、あのゴルフ開催しようかなと思ってます。ぜひそちらの参加の方もよろしくお願いします。しま、 す、 まだね、まさきに全然入ってね思った途中でゴルフの話の時聞こえました。